皆さん、こんにちは。今日は認知症で芸能人から消えた芸能人10選について紹介していきます。10、須貝欣。須貝欣は日本の女優。血液型は B 型。身長155cm、体重45kg。特技は三味線。生前は仕事に所属していた。本名は佐藤貴美子。旧芸名及び旧姓名は須貝貴美子。1954年「ゴジラ」に代議士の役で出演しているが、1955年の「愛のお荷物」にもほとんど同じ格好をした野党の議員役で登場している。1973年「必殺仕置き人」の主要人物中村問答「婿伝」といびる姑中村仙役で出演。その後も必殺シリーズに必ず登場し、シリーズを語る上で欠かせない存在となり、この役によって現在の地位を築く。2008年に制作された映画「僕のおばあちゃん」では82歳にして映画初主演を果たし、世界最高齢映画主演女優としてギネスに申請し認定された。須貝が芸能活動を休業してから4年後の2014年に、一部週刊誌が須貝の知人による情報として須貝は重度の認知症を患っており、現在は特別養護老人ホームに入居している。芸能界を引退したわけではなく、リハビリを行い体力が戻れば仕事復帰も考えているなどと報道されたが、2014年10月2日にフジテレビの情報番組「ノンストップ」に出演し、4年ぶりにインタビューに応じるなど公の場に元気な姿を見せ、認知症であることを否定した。旧朝岡幸治。朝岡幸治は日本の女優、タレント、舞踊家、歌手、司会者。本名加藤節海、旧姓勝田。東京市京橋区築地生まれ。元宝塚歌劇団月組娘役。父は日本画家の伊藤新水、夫は津川雅彦、娘は真由子。義兄は長戸博行、義姉は南田陽子。日舞の深水流家元として深水道行の名を持つ。山脇学園中学校卒業後、宝塚音楽学校に入学。1955年8月31日に宝塚歌劇団を退団。最終出演公演の演目は月組公演「黄色いマフラー」。1966年4月から午後11時の金曜日のホステスを16年間務め、大橋巨泉との名コンビで人気を集めた。1981年文化庁芸術最小優秀賞受賞。2003年芸術選奨文部科学大臣賞受賞。2011年旭日賞受賞受賞。2018年4月27日東京23区内の病院にて82歳で死去した。死去についてはしばらく公にされず、同年5月19日にメディアにより一斉に報道された。最晩年にはアルツハイマー型認知症を患っており、最終的に津川が引き取って看取っている。翌20日には津川が会見を開いているが、津川曰く死因はないとされ、診断書にも認知症と書かれたらしい。遺作はテレビドラマでは2014年4月11日フジテレビ放送の2時間ドラマ「銭女」で、映画ではプラシーボとなった。朝岡の死去から約3ヶ月後の8月4日に津川もその後を応用に死去している。8. 芦屋小雁。芦屋小雁は日本の喜劇俳優。京都府京都市出身。所属事務所は小雁クラブ、幸子プロ。1958年初のテレビのレギュラー番組「やりくりアパート」に雁之助と共に出演する。1959年兄弟で出演したテレビ「番頭飯とでっちどん」で人気を博す。花頭器が東宝と決裂し、松竹に制作元を移したため、東宝所属の蛇川一郎が出演できなくなり、代わりに弟の芦屋雁平が出演するようになる。同年9月、東宝と絶縁した花頭器が結成した劇団「笑いの王国」に大村崑、芦屋雁之助らと共に参加。2018年12月7日放送の「爆報ザ・フライデー」で認知症を患っていることを公表した。7. 栗田貫一。栗田貫一は日本のモノマネタレント、お笑いタレント、俳優、声優、ナレーターである。本名は栗原亮の、愛称は栗貫、栗ちゃん。東京都出身。 KD エンタテインメントオフィス南所属。
妻は大沢さやか、身長170センチメートル、体重53キログラム、血液型は B 型、星座は魚座。1983年1月10日発表。日本モノマネ大賞に素人として本名の栗原亮ので出場し大賞を受賞。所ジョージや里ひろみ、桑田佳祐、細川たかし、松山千春などのモノマネを披露した。1984年に沢津カンパニーにスカウトされてプロデビュー。六本木のショーパブでモノマネを始め、同年10月9日放送の第16回オールスターもノマネ王座決定戦に出場する。1987年12月1日に放送された第1弾オールスターモノマネ王座決定戦チャンピオン大会では、モノマネ界の強豪を抑えて初優勝を果たした。その後、清水明、コロッケ、ビジーフォーと並び、モノマネ四天王と称される2015年バラエティ番組私の何がいけないのに出演した際、私生活での妻の大沢に対する乱暴な態度や言葉遣いが公開されモラルハラスメントであるとの非難を受ける。後日、同番組の企画で検査を受けたところ、前頭側頭型認知症の疑いがあると診断された。この一件に栗田は関係ないなど開き直ったような発言をしているが、大沢は番組を面白くしようとサービス精神を発揮して、いつもより大げさな態度をとった。中身つまじい様子は全てカットされた。主人も番組の反響にはショックを受けていたと説明する手記を公表しており、夫婦円満を明かし騒動を否定している。6、中村玉緒。中村玉緒は日本の女優タレント。本名および旧芸名は林玉緒、結婚後の本名は奥村玉緒、愛称は玉緒さん。お母さん、京都市立立誠小学校、京都女子高等学校出身。所属事務所はながらプロダクション。1953年、本名で松竹作品稽古と幸恵にて映画初出演を果たすものの、その後及びはかからなかった。1960年代半ばまで幼純染めの市川雷蔵や山本藤子、若尾彩子ラスターを支える脇役として活躍。当時の玉緒は甲高く可愛らしい声をしており、純情な娘役を多く演じた。1994年、明石家さんま司会のバラエティ番組明石家多国籍軍などにおいて強烈な天然ボケキャラクターで人気を得る。以降、さんまが司会を務める番組の常連出演者となった。この頃より長者番付に名を連ね、主演ドラマや主演舞台もこなすようになった。2023年4月27日発売の女性セブンによれば、中村は2月以降は公の場に現れず、自宅にいる気配もない、長らく音信不通の状態が続いているとして、親族や友人を心配させているという。都内のマンションで一人暮らしをしていましたが、近所で道に迷って立ち尽くしたり、深夜に徘徊する姿が何度も目撃されているといいます。やはり認知症の症状が進んでいるのかも。認知症といえば、双子のタレントおすぎとピーコがそれぞれ認知症で別々の高齢者施設に入所していることが報じられたばかり。一時はピーコが行方不明になったとも。5、小野陽子。小野陽子は日本の前衛芸術家、音楽家、平和運動活動家。1969年にビートルズのメンバーだったジョン・レノンと結婚、共に平和活動、音楽、創作活動を行ったことでも知られている。1959年、ニューヨークを活動拠点とするフルクサスのジョージ・マチューナスらと共に活動を行う。床に置かれたキャンバスを観客が踏みつけることで完成する作品、踏まれるための絵画は当時の代表作の一つ。また、カーネギーホールでパフォーマンスを行う。1961年、後の夫になる米国の映像作家アンソニー・コックスと出会う。1962年から1964年まで帰国。観客が彼女の衣装をハサミで切り取るパフォーマンス、カットピースや言葉による作品集、グレープフルーツなどの作品を発表した。当時の日本は前衛芸術というものに慣れておらず、評価は低く、評論家にも批判される。2017年4月26日発売の週刊新潮は、
小野陽子さんがレビー小体型認知症という病気になっているとする記事を掲載した。とはいえ情報は弟さんの証言をもとにしており、ご本人や担当医などのコメントは出ていないようですので、真偽については不明だ。4. 大山信代。大山信代は日本の女優、声優、歌手、脚本家、エッセイスト、タレント。夫はタレントの佐川圭介、アクターズセブン所属。テレビアニメドラえもんにてドラえもんの声を1979年から2005年まで約26年間にわたり担当したことで知られる東京府東京市渋谷区伊達町出身。1956年 NHK ドラマこの瞳でデビュー。養成所時代から女優としての活動を始め、卒業後の1957年には劇団新人会に入団した。1965年テレビアニメハッスルパンチにて初主演。2012年秋アルツハイマー型認知症との診断を受ける。当初は夫の佐川圭介がドラえもんや彼女のイメージを崩すと心配したことで内密にされたが、知人であるドクマムシ三太夫のアドバイスを気に砂川はこのまま隠すことが辛い、周囲にもこのままでは心配をかけるし誤った情報が流れかねないと考え直し、大山とも相談。2015年5月13日 TBS ラジオ大沢優里の UU ワイドにゲスト出演した砂川の口から初めて公表された。なお発表時の大山本人は話し合ったことを忘れていたという。発表後も活動は継続した一方、公の場に姿を現すことはなくなり、仕事はメッセージの収録など限られたものになった。2014年から2016年にかけて全国農業協同組合連合会のウェブアニメお肉大好きゼウシ君耳の大役で出演しているが、現時点ではこれが最後に出演したアニメ作品となっている。3. エスパー伊藤。エスパー伊藤は日本のお笑いタレント画家、熊本県阿蘇郡南小国町出身。2018年7月絵画ガネーシャ守護神で第44回国際美術大賞展と議会議長賞を受賞した。日本テレビ系列局で放送されていた投稿特報王国には番組成熟期から衰退期にかけて本名の伊藤万久男で出演。2020年2月28日放送の爆報ザ・フライデーで休業後初のメディア出演。入院生活を続けており、生活保護を受給して入院費を賄い、手術費用などはビトタケシが捻出している現状を明かした。また脳梗塞の影響で言語障害と顔面麻痺も発症しており、番組内で伊藤は呂律に苦しみながら発言していた。ビトタケシによれば2020年2月頃に病院から老人ホームに移り、認知症を発症し半分寝たきり状態であった。伊藤の身内が別の老人ホームに入所している父親しかいないため、ビトタケシが伊藤の身元引き受け人になっていた。2. おすぎとピーコ。おすぎとピーコとはおすぎとピーコの一卵性双生児の兄弟で日本のお姉系タレント兼評論家のこと。おすぎの芸名は本名の杉浦から。1975年のテレビラジオデビュー以来芸能界で活動している。本業の映画評論では本名の杉浦貴明の名義で活動し、映画専門誌のキネマ旬報等に寄稿していた。美術専門学校卒の技能を生かし、映画雑誌のレイアウト等の仕事に編集者として携わる一方で、テレビでのタレント活動がおすぎとピーコとして話題を呼んだ。1978年大島渚監督作品愛の亡霊には俳優として出演している。1975年おすぎとともに双子のおかまコンビおすぎとピーコとしてテレビラジオデビューした。これまで出演した番組の中でも長いのは辛口ピーコのファッションチェックで、 TBS の3時に会いましょうに始まり、スーパーワイド、そしてフジテレビの F2 スマイルへと曲をまたいでコーナーが引き継がれている。ピーコは70代に入ってからも精力的に芸能活動を行っていたが、2021年夏頃からおすぎに認知症の兆しが見られ、おすぎはレギュラー番組を降板し芸能活動を休業。弟の身を案じたピーコはおすぎと同居を始めた。しかし
この同居生活を機に兄弟仲が再び悪化。ピーコにも認知症の症状の一つである思い込みと妄想癖の症状が現れたため、2022年2月に同居生活を解消したおすぎは要介護認定を受け、横浜市の高齢者施設に入居している。ピーコは2021年12月にバラエティ番組5時に夢中に出演したのを最後に芸能活動は行っていない。先立って2021年春頃に事務所を閉鎖し、清算手続きを完了していた。おすぎとの同居解消後は一人暮らしをしており、以後二人はお互いの消息を知らない状態である。2022年4月、ピーコは女性セブンの取材に応じた際に、おすぎはもう死にましたと答えていた。2023年3月下旬に再び女性セブンからの取材に応じていたが、この際にもおすぎはもう死んだのよと繰り返した。2023年4月にピーコが同年3月下旬から自宅から姿を消し行方不明になっていると週刊女性が報道した。この報道後、爆報ザ・フライデーのスタッフがピーコとおすぎの親しい関係者と連絡を取り、ピーコが高齢者施設に入所していることが確認できたと同月のサンデージャポンで報じられた。南田陽子は日本の女優、東京市芝区三田出身、文化学院文学科卒業、身長155センチメートル、夫は長戸博之、義弟に津川雅彦、義妹に朝岡幸次、夫の名に真由子、甥に北田陽一郎、いとこの娘に山田陽子。16歳で単身上京し、水谷八重子に弟子入りする。1952年の美女と盗賊で映画デビュー。1953年若尾彩子と共演した10代の笑点が大ヒット。好評によってシリーズ化され、笑点スターと呼ばれた。1955年大英から日活に移籍。日活の常務の進言により芥川賞を受賞した話題作太陽の季節が映画化されて、長戸博之と共に主演し、こちらも大ヒット。名実ともに日活の看板スターとなった。1963年侍の子でブルーリボン助演女優賞を受賞、同年おかしなやつでホワイトブロンズ賞女優賞受賞。2004年頃から認知症の症状が現れ始め、ドラマや映画のセリフが覚えられなくなるほど悪化。2006年に芸能活動をひっそりと引退。専門医によりアルツハイマー病との診断が下された。その後、長戸が雑誌などで南田が引退したことをそれとなく語っていたが、やがて女性週刊誌などが南田の病状について報道し出す。2008年、長戸が徹子の部屋へゲスト出演した際に、夫婦ともども深い親交がある黒柳徹子へ南田が認知症で要介護状態であることを打ち明け、南田の病状を初めて公表。同年には報道初ドキュメンタリー宣言の第1回放送で長戸との闘病の模様が放送され、高視聴率を記録するなど大きな反響を呼んだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。認知症になった、あるいは認知症の疑いがある芸能人をまとめてみました。有名な芸能人ばかりですが、基本的には年齢的なことが原因で認知症になったようです。1位を大山のぶよさん。1933年10月16日生まれ。東京府東京市渋谷区伊達町のご出身です。日本の女優、声優、歌手、脚本家、エッセイスト、タレント、夫はタレントで、お母さんと一緒、初代体操のお兄さんの佐川圭介。アクターズセブン所属。テレビ朝日版、ドラえもんにて。ドラえもんの声を26年担当したことで有名。2015年に認知症が公表された時はきな話題になりました。大山のぶよは、自分がドラえもんだったことさえ覚えていないかもしれない。そう書かれた夫、佐川圭介の介護日記、娘になった妻、信代へから、大山のぶよの認知症の深刻さが明らかになりました。大山のぶよさんは現在、老人ホームに入所されています。
見た目では老人ホームと思えないような綺麗な施設で、老後の人生を楽しく過ごされています。ちぎり絵教室、合唱、運動などなど楽しんでおられ、社交的な大山信代さんは老人ホームでも人気者だそうです。大山信代さんは体調にはあまり変化がなかったものの、認知症による物忘れやトイレ、入浴が困難でした。夫である佐川圭介さんが一緒について介護をしておられましたが、2017年に亡くなられたことで、その後は老人ホームへ入所したとのことです。2位南田陽子さん。昭和から平成までにかけて活躍された女優の南田陽子さん。1933年3月1日生まれ。東京市芝区三田のご出身です。文化学院文学科卒業。南田陽子さんはアルツハイマー型認知症でした。2004年頃から認知症の症状が現れ始め、ドラマや映画のセリフが覚えられなくなるほど悪化。2006年に芸能活動をひっそりと引退。専門医によりアルツハイマー病との診断が下された。その後、長門が雑誌などで南田が引退したことをそれとなく語っていたが、やがて女性週刊誌などが南田の病状について報道し出す。2008年、長門が徹子の部屋へゲスト出演した際に、夫婦ともども深い親交がある黒柳徹子へ南田が認知症で、要介護状態であることを打ち明け、南田の病状を初めて公表。3位浅岡幸次さん。1935年7月23日生まれ、東京市京橋区築地のご出身です。日本の女優、タレント、舞踊家、歌手、司会者。本名は加藤幸海で、旧姓は勝田です。浮世離れしたお嬢様こと浅岡幸次さんも、アルツハイマー型認知症でした。2018年に亡くなられましたが、直接的な原因はアルツハイマーによる老衰でした。一般的にアルツハイマーというと記憶障害や、妄想、徘徊などがありますが、実は内臓の動きや呼吸の仕方も脳に直接関わってくるので、アルツハイマーの重度の患者は、アルツハイマーが原因で亡くなられることもあります。2018年に亡くなられ、お年82歳ということでした。まゆこさんによると、浅岡さんは亡くなる日まで自宅で過ごしていた。お昼頃、付き添っていたお手伝いさんから様子がおかしいと、まゆこさんと津川さんに連絡が入り、二人が駆けつけた数時間後に静かに息を引き取った。まゆこさんは、私たちに苦しむ姿を見せなかった母は、本当に家族孝行だと思います、と語る。4位須貝金さん。1926年2月28日生まれ、東京府東京市牛込区のご出身です。特技は三味線。生前は仕事に所属していた。本名は佐藤きみ子。旧芸名及び旧姓名は須貝きみ子。昭和から平成までにかけて名脇役として活躍された須貝金さん。2014年には一度テレビにも出演されましたが、当時すでに特別養護老人ホームに入所されていました。特別養護老人ホームとは、通常の老人ホームとは違って介護が高い人が入所する場所です。主にご自身で着替えや家事ができない状態の人であったり、寝たきりの方が入所されています。知人の証言によれば、須貝さんは認知症の影響からか、夜中に外に出て、閉まっている建物のシャッターを叩いて、配給米をくださいと叫んだり、左右違う履物姿で、ふらふらと駅まで行き、改札を通ろうとして駅員に止められたりと、思いもよらない行動をとるようになったそうです。その他にも自分の居場所が認識できなかったり、娘と孫を間違えたりするなど、その症状は日に日に悪くなっていき、介護していた娘さんの負担もあって、昨年、須貝さんを自宅からほど近い施設へ入所させることを決断したという。ただ、認知症という観点では重い方ではなく、
精力的に足のリハビリをされていました。5位、長谷川和夫さん。1929年生まれ。東春日井郡のご出身です。長谷川和夫さんは芸能人ではなく、日本の医学者と精神科医です。認知症介護研究、研修東京センター名誉センター長。聖マリアンナ医科大学名誉教授。専門は老年精神医学、認知症。認知症医療の第一人者とも呼ばれた。主に認知症の理解を世に広め、認知症診療に力を注いでくれました。医療の世界や一般の人にとっても、認知症が浸透しやすくなったのは、長谷川和夫さんのおかげと言っても過言ではないかもしれません。長谷川和夫さん自身も認知症でしたが、なんと認知症になった後も、認知症診療の第一人者として活動していました。認知症になった後に発信していたのは以下の通りです。認知症というのは決して固定した状態ではなくて、認知症とそうでない状態は連続している。つまり行ったり来たり、なんだ。6位、芦屋小雁さん。元喜劇俳優の芦屋小雁さん。1933年12月4日生まれ。京都府京都市のご出身です。芸歴70年。喜劇俳優として活躍してきた芦屋小雁さんが認知症を公表しました。本番前の舞台の袖で、ここどこや、と戸惑い、散歩に出たまま行方不明になったこともありました。昔のことは覚えていても、直近の記憶が寝つきません。それでも小雁さんは死ぬまで、芦屋小雁として生きていこうと思っています。その思いに触れ、最初は施設を探したという妻のひろこさんも、覚悟を決め、私のことがわからなくなるまで一緒に暮らそうと、夫婦二人三脚で歩む、晩夏の記録です。現在は血管性認知症とアルツハイマー型認知症の合併症で、要介護4の認定を受けておられます。介護度は5が一番高いので、芦屋さんも介護が必要なレベルですね。京都で30時間も徘徊されたこともあったそうです。奥様のひろこさんは、介護ヘルパー1級を取り夫の介護に励みました。ヘルパー2級はそんなに難しくないけど、一級を取るのは大変。夫の介護のためにわざわざ資格を取るなんて素晴らしい人格ですよね。7位、栗田貫一さん。1958年3月3日生まれ。東京都世田谷区のご出身です。栗田貫一は、日本のモノマネタレント、お笑いタレント、俳優、声優、ナレーターである。本名は、栗原義行。愛称は栗貫、栗ちゃん。妻は女優の大沢さやか。栗田貫一さんはモノマネ四天王の一人と呼ばれるモノマネタレントです。ルパン三世の声優としても名が売れてますね。栗田貫一さんは今のところ認知症の疑いがあるとされていますが、医者からは脳に異常があると言われています。さらに妻の大沢さやかさんに対するモラハラ、暴言がひどいと言われていますが、こちらもピック病と呼ばれる認知症のせいではと言われています。奥様や家族のことは愛しているようで、現在も一緒に暮らしています。8位、ダンプ、松本さん。1960年11月11日生まれ。埼玉県熊谷市のご出身です。ダンプ松本さんは平成で活躍した女子プロレスラーです。ダンプ松本さんは認知症は軽いものの、脳梗塞から来る認知症なので脳の病気の方が重い様子。ダンプ松本の出血性脳梗塞は数年前の痕跡。出血量が少なく影響がなかったと推測される。ダンプ松本には他にも小さな脳梗塞が見つかっている。原因は脱水。大量のアルコール摂取と大量の汗が引き金と考えられる。小さな脳梗塞が増えると脳血管性認知症、若年性認知症の可能性が出てくる。ダンプ松本はビールのために水分を取らないと話した。脳梗塞で亡くなる人はほとんど出血性脳梗塞。ダンプ松本の出血性脳梗塞は後ろにずれたら、
麻痺が出ていた可能性があった。さらに少佐の脳梗塞が増えると血管性の認知症になる。進行を止めないとダメ。原因は脱水。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。